シングルマザーなんですよね。はい。そのなんでその旦那さんと別れちゃったんですか。一番最初は、うん、向こうの親と会わんかったから別れた。うん。うん、あ、二回。罰は一回。はい。二回目は籍入れてない。はい、入れずに。なんか悩みがあるんですよね今回。一応長男とあんまり仲良くない、うん、1歳ちょっとぐらいの時かな。ママって来るよりバーバーっていう方が多くて、あ、可愛くないって全然。いやいやいや、意味が分からない。それそういう時あるけどね。いや、今のずっとやからね、そこ、そっから。生まれた時は可愛かった。全然、旦那産んじゃったかと思った。びっくりしちゃった。別れたご主人に似ているためどうにも好きになれないのだと言います。私は言うけな、嫌いやから来るなとか、そばに来るなとか。そんなこと言うの。言うよ。嫌いだから来るなって言うの。そばに来るなって。嫌いって言っちゃうの。言っちゃう。そんなんやけ。あんまりそばに来てほしくないな、気持ち悪い。そして晩酌タイム。お母さん、ご両親は健在。うちの、うん、うん、多分、うん、多分うち離婚してるけな。三兄弟の末っ子で自分だけ父親が違い、しかも未婚のまま生まれたため父親を知らないという複雑な家庭環境で育ったといいます。なんだろうね、俺もシングルマザーなんだけど、うん、俺はあんま深く考えてなかったから、シングルマザーだからっていうコンプレックスもないけど、うん、ないけど、なんとなく自分の子供には寂しい思いさせたくないなって思うの。俺が親父がいなかったから。あ、一人だから二人分の愛情を注いであげたらいいのになって思うけど、ね、え、注いでるで、これでも。だって近寄んなとか気持ち悪いとかさ、敏感な時期だから、やっぱこう上の方が好きなのかなとかって俺も思った時あったし、子供の前では一番可愛いとかなるべく言わない方がいいんだよ。みんな可愛いし。そう、まあ初日だからさ、そんなに俺もそんなに言うのもどうしようかなと思ったんだけど。最後の晩酌。保育園に迎えに行ってる間に二人で話したんだけど、やっぱママのこと好き。へえ。だけどやっぱもっと遊んでほしいし、かまってほしいっていうのを。そう、うん、そうな。だから面倒は見るで、ちゃんと面倒は見るけど、分からんて、その愛し方が。だから、いや、だから可愛がってあげるじゃない。気持ち悪いとか何でも簡単に気持ち悪いって言うからだよ。そう、だ、可愛がってる僕愛してるん。それそうだよ。あ、そうなん。そうだよ。あ、そう。自分自身複雑な家庭環境で育ったため、子供への愛情の注ぎ方がわからないという。だから俺としての、まあ、お願いって言ったらあれだけど、気持ち的にはやっぱ3人と仲良くしてほしいな。3人と、うんうん、あれ頑張るけどできるとは言えんな。一人やからな。タコやないからさ、その何個も何個もできないけな。10万個やね。だって3人がこの先さ、すごい不良少年とか不良少女になっちゃったらどうすんの。まあそれもしゃあないな。だって人にも傷つけちゃってしてもいいの。まあ人さえ殺さなきゃな。で、分かんない、それちゃんと見ててあげないと。だな、人さえ殺さなきゃいいや。逆にそういう目に合うかもしれないし。それは運命やな。いや、それは運命やなは違うでしょ。え、嘘。そんな感じやで。いや、でも本気で、だからそうやって何でも冗談にしない。3つだけ約束し。何、簡単なことにして、ね、簡単。何、まず一番可愛いって言わない。あんま言わんて。あんまじゃない、絶対。いきなりゼロは難しいで、3あったうちの2とか1とか。いや、もう3つ目の1個目だから。
2とか1とかあったんだ、平均から約束して。だって俺こんだけ掃除したんだよ、元の状態にして返すよ。今日出したゴミ全部バーってぶちまけて返すよ。だ変な言い方すればタバコと一緒や、ちょっとずつやで、うん、ちょっとずつ直していく。それは約束ね。それやったら約束できる、うん、それね。1個目、うん、次が気持ち悪いって言わない。なんか変わらんやんそれ。いや一緒、近い女気持ち悪いって言わない、うん、気持ち悪いだけ言わなきゃいいんだ。気持ち悪い、気持ち悪い、ダメ、禁止。 OK、 それも減らしていくな、じゃあ、うん、で、あとはタバコ。タバコ、タバコはここだけにし、換気扇の下だけにしよう。それは無理やな。だってタバコ吸っていいんだよ、ここでだけ吸えばいい。無理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 、そんな無理じゃん。危ないもん、ちっちゃくて。暑かったら来ないやろ。いや危ないし、副流炎だって絶対に良くない。出た副流炎、出た副流炎医者医者か。いやだから真面目に聞いて、マジでなんで真面目になれないの。だから真面目に言ってるやん。考えろっつってんだ、子供のこと。いい加減。じゃ俺はねえ、俺真剣に考えてんだけど。だから真剣に答えてるやん。答えてないじゃん、さっきからふざけてばっかり。ふざけてないって。そう、できないって何よ。じゃあタバコをちょっと子供の横で吸わないように気をつけます。それがなんで言えないの。だからできんことをできるって言えないやろ、そんな。なんでそれぐらいのことができないの。タバコ吸うなっつってないじゃん。そこで吸えばいいんじゃん。ちょっと動いてそこで吸えばいいんだよ。なんでそれだけのことができないの。え、なんでそんなに切れられるのか分かんない。分からん、それが。そこが切れられる意味が分かる。俺ダメだ。ねえ、自分で腹が立って怒ってるだけじゃないよ。子供と自分の未来のために言ってんだよ。真剣に話してんだよ俺。真剣に答えてるやん。全然真剣に答えてないじゃん。え、なんで。嘘はつけんから、だからできるようにするって言うただけやん。それだけじゃないじゃん。なんで？何が無理なん？なんで減らすことしかできない。え、だからだんだん減らしていく。それも言わないように減らすことしかできない。できなくないで、だからやっていくって。タバコもそれもできない。言うたやん。減らす減らすできない。それの真剣？それが真剣？真剣に答えてるね。真剣かそれが。なんで？三つだけ約束してください。三つだけ約束してください。その三つのうち、二つはなるべく頑張ります。減らします。あとはできません。それが真剣か。うっさいって、子供起きるな。やめて。ちょ、お前話になんの。俺帰るわ。ちょ、帰る。どんなことあるの。無理無理無理。いや無理っす無理っす、無理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 だって。いや無理っす、もう泣くしいっす。ちょ大きい声出したのは申し訳ないと思うし、そういうできないことができないっていうのも分かったけど、やっぱりそのせっかく2日間一緒に過ごして、その子供たちとせっかく触れ合えたから、そのバイバイしないまま帰るのもやっぱり寂しいし、子供らは子供らで楽しんでるけどな、遊んでもらって、いつもやらんこともやってもらって、それだからまあ3人が起きたら3人とまあ
バイバイして明日帰るんで。ごめんね、昨日大きな声だし。え？どうするかな、これ。